おお。おお。はい、こんにちは、渡辺です。です。渡辺です。年内チャンネル登録者3万人を目標にしてます。いいプランだったりして、いいなと思ったらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。お願いします。じゃあということで本日はワンワンやっていきたいと思います。まあね、これなんでこのワンワンやるってなったかというと、上田くんがインスタのねストーリーで。ワンワンやってくれる方、勝てる方、来てくださいっていうのでメッセージくれました。そしたらもう自信ある。鈴木蓮にはもう 10-0 で勝てるかもしれない。もう絶対待っちゃうんでしょ。なるほど。一旦僕がやってきたいと思います。こちらの方です。お願いします。トワ君。トワ君、トワ君は今一応、半額だよね。半額の1年生なんだけど、出身校が明徳義塾っていう。おお、やばいよね。結構相当強い。まあ大体バスケやったら知ってんじゃない。そうだよね、うん、一応9点か11点かどっちがいいですか。9点 OK です。ということで、じゃあ最初シュート打ってもらって、トワ君が決めたらトワ君ボールで、外したら僕ボールからでやっていきます。お願いします。体つきがいいのと、シュートがめちゃめちゃ軽い。ポジションどこなの。ポジション。なんかフォワードっぽいわ。3番って感じだ。県外遠征で見るやつ。やっていい。やっていい。すいません。ピュ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 。おーす。おお。おお。おお。え？え？おお。2-2 どうですか、この T シャツ。もう発売してないんですけど、今度あげます。使用済みでよければ。いらなぁ。おぉ、おお。ビハインドクソ早かったよ。おう。
え？おー、いいね。おー。え？おお！はい、ということでね、ご視聴今日もありがとうございました。まあ、やっぱ最後まで見てくれる人がいるからね、俺もね、頑張れる。ということでね、今日ね、これ、このバッシュね、結構これね、コメント来るんですけど、これ、レブロンなんですよ、ナイキの。ナイキのレブロンのバッシュで、こちらね、超おすすめです。売ってんのかな？で、続いての、スニーカーは、こちら。こちらね、こちらほんとスニーカーです。普段、私服で愛用させていただいてます。これ、コルテッツっていうナイキのね、靴なんですけど、もうこの靴が好きすぎて、今4足ぐらいあって、もう2足ぐらい欲しいのあるんですよ。で、これめっちゃかっこいいのが、ここにね、1972っていう数字書いてあると思うんだけど、この靴が1972年に作られた靴なんだけど、っていうんでここに書いてあるんですけど、これマジで好きなんですよね。さあ。ということでね、今日もご視聴ありがとうございましたっていうのが伝えたかっただけです。はい。ではまた明日の動画で。